主催者を代表いたしまして、公益財団法人日本美術協会会長、稗田久氏がご挨拶申し上げます。常陸宮殿下、同妃両殿下のご臨席を仰ぎ、本日ここに第28回高松宮殿下記念世界文化賞の授賞式が開かれますことは、誠に喜ばしく、深く感謝申し上げます。受賞者の皆様、おめでとうございます。また、遠路をお越しいただきました国際顧問の皆様に、心から御礼申し上げます。建築部門受賞者のパウロ・メンデス・ダ・ホシさんが健康上の理由でご欠席となりましたことは誠に残念でありますが、代理としてご子息の建築家ペドロさんにご出席いただいております。この賞は日本の中曽根顧問、イタリアのディーニー顧問、アメリカのルアーズ顧問、ドイツのレーマン顧問、イギリスのパッテン顧問、そして本日はご欠席のフランスのラファラン顧問の6名の国際顧問の下に、文化芸術界の専門家の方々が集まり、毎年の受賞候補者を推薦し、その中から日本の選考委員会が選考いたします。名実ともに国際的な共同作業によって、的確な推薦と公正な選考が行われたと確信をいたしております。今年はアメリカ、フランス、ブラジル、そしてラトビアから初めて受賞者が選ばれました。この28年間の受賞者は、27カ国の144名に上り、国境や人種の壁を越えて広がっていく芸術の偉大な力を再認識しているところであります。また、ここにおられる受賞者の皆様が、異口同音に、日本文化から強い影響を受けたとインタビューで答えておられ、感銘を受けたところであります。この賞がこのように発展することができたのも、国際顧問をはじめとするすべての皆様のご協力の賜物であり、重ねて感謝申し上げる次第であります。20回目を迎えました若手芸術家奨励制度は、今年は中曽根国際顧問に担当していただき、マレーシアで30年以上若手芸術家の支援を行っているファイブアースセンターが選ばれました。マレーシアからは初めての選考で、9月に東京で表彰式を行いました。その際、同センター創設メンバーのマリオン・ドゥ・クルーズさんは、そのご挨拶の中で、芸術家は芸術の分野だけではなく、異文化間の対話など、社会のさまざまな分野においても貢献できるのではないかと訴えられました。芸術家の皆様の創造する力の影響力について、再認識しているところでございます。私ども、日本美術協会は、そうした偉大な芸術家の皆様を支援し、顕彰することによって、芸術文化の一層の発展振興に努め、ひいては世界の平和と繁栄に少しでも寄与したいと念願しているところでございます。改めて皆様方の一層のご支援をお願い申し上げ、私のご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。